してね。こんにちは、アリサです。今日はイズミンと戸田にね、試合を見に行っておりました。もうめっちゃ暑かったんですけどね、天気がめちゃめちゃ良かったです。久々の戸田、楽しかったでございます。ちょっと帰ってくるの遅くなっちゃった、ごめんなさい。なんか村上さんホームラン打ってたよね。え、ちょっと待って、6点入ってるやんけ。嘘やろ、え、嘘やろ、え、勝ってたやん。え、え、なんで、え、なんで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 、え、嘘やろ、え、なんで。サトテルさんやん、ちょっと、はぁ、もうなんで6点も入んの、4安打で。ちょっと、何これ、帰ってきて、今日は勝てるわと思って、勝ち動画今日上げれるわとか思って、ウキウキで帰ってきたらこれかよ。よーし、なんで6点も取られてんの？よーし、ナイスナッシー！よーし！間に合わなかった。落ちろ！落ちろ！よーし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 ！ナイス！村上！ドローズちゃん！え、どうしたん？あ、デッドボール？あーし！よーし！いけー！いけー！あー！よーナイス！丸山！よーし！ナイス！キャズヤン！あー！嘘やー！一点しか入らんの？ノーアウト二塁でしたよ。ああ、危ない危ない危ない！もうさ、打たれていいからもう、デッドボールだけはマジでやめて。よくない。ほんまによくない。よっ！よーし！ナイス！アスナー！よーし！よーし！スワローズチャンス！よっ！ああ、うそやろ！ああ、ああ、しよし！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 ナイス！サーマン！スワローズチャンス！いやー、ボールちゃうか、それ。それはボールな気がしますよ、私は。よし！よし！あーし！よっしゃっしゃっしゃー！ナイス！石山さん！よーし！落ちた！あー！あー！よーし！マレー！マレー！よーし！しゃー、ナイス長岡スワローズチャンス、よーし、よっしゃ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 、ナイスバッティングです。あらら、お、よし、落ちろ落ちろ、あーし、よーし、よし、よし、いやー、ナイス
浜ちゃん、それ浜ちゃん、はい、皆様お疲れ様でーす。はい、本日も、負けということで、あーい、あーい、負けんのかよ。いや今日私ね前半見れなくて、まあ一挙速報では見てたんですけどね、まあ村上さんが先制ツーラン打って、これは来たと思って。私、正直これは来たと思って。いや、今日はこれ勝てるやつやと思ったら、なんか、家帰ったらさ、家帰って、よしよしよ、今日は勝てる、よし、今日は勝ってる、勝ってると思って、ポンつけたら、なんと、3回に6点取られてるんですよね。なんで3回に、なんで1イニング6点も取られんねん。いやー、もう私見てなかったからあれですけど、いやー、難しいね。今日はリリーフは良かったんじゃないでしょうか。はい、リリーフは良かったかなと思います。はい、坂口さんがね、ちょっと危なかったね、結構。ちょっとやっぱヤクルト、デッドボール、やっぱ多いし、ちょっと今日危なかったなーっていう印象がありました。はい。今日ね、私、戸田に行ってたんですよ。戸田の二軍戦行って、ちょっとね、体調がマシになったんで、マスクして、行っておりました。はい。今日はね、戸田買ったんですけどね。まあ今日ね、ムーチョが、登録抹消だったんでね、マジかって思ったんですけど、内山相馬くんとかを、いっぱいね、使っていってほしいなと思います。はい。今日の打線結構良くなかった？私的に個人的に結構良かったんじゃないかなと思います。丸山選手がね、キャーズヤがね、結構今調子いいということで、積極的にね、若手を使っていってほしいなと思います。明日はね、動画は撮れるんですけど、そう、コミュニティでもね、言ったんですけど、明日の日曜日8時に、私、今後のね、活動についての動画を、一本、8時に、公開したいなと思います。はい。阪神強いですね、ほんまに。阪神強い。もうなんか、阪神強い。先発もいいし、リリーフもね、いいし、守備も硬いし、勝てません、もう。まあ、ヤクルトはね、もう来年、ほんまに、ね、取り返せるように頑張っていってほしいと思いますし、そのためにはこの1ヶ月間、若手をね、しっかり育てていって、経験積ませたりとか、もうね、切り替えて、育てていってほしいなと思います。はい、もう別にね、負けることに関してはもういいんですよ。若手をね、育てていって、来年につなげれるようにね、もう頑張っていってほしいと思います、私は。はい。はい。ないですか？他、ありませんか？君たち。ないね。ない。ない。ない。ありません。明日誰先発？お、吉村さんやん、吉村さんじゃん、うわ伊藤正さんじゃん、幸次郎さん、ちょっと久々の一軍登板ですけど頑張ってください。もうね、いち早く連敗止めてチームの雰囲気をね、しっかり変えれるようなピッチングをよろしくお願いします。はい、打線はもうね、伊藤正さんを攻略できるように頑張ってください。はい、本日もありがとうございました。以上、アリサでした。バイバーイ。